日本の芸道などを家電として承継している家系のこと。またその家系の投資個人を指しても用いられる。日本の伝統的な芸能、芸道において、その流儀の最高権威伝承者、またはその家系を指す。近代以前は一般的に世襲され、現在でもその傾向が極めて強いが、実際には要し向入りによって、流内の有力者、 実力者をその家系に組み込むなど、単純な血縁による世襲とも言い切れない部分がある。通常、流内の政治的な把握と、芸事に関する指導等を共に行い、流儀の正当性の由来とされることが多いが、場合によっては、家元の他に宗家を置くこともある。家元の主な役割は、流儀の政治的統率、芸事の掌握と規範性の保持、免状、資格の発行、 九郎との要請などが挙げられるが、近年は、流儀の九郎と会がこれに変わる力を得ている場合も、多く、家元と流儀内の権力関係については、様々な状態が混在している。なお能などの分野では、慣例的に家元を宗家と言いなわして、家元の業を用いない場合がある。家元の存在する分野としては、各種の武術、武道、江戸期の区下職に由来する、夕食古地 礼式の類、行動、華堂、茶道、書道、盆庭工芸、農学、法学、日本舞踊、東八県などがある。以後、将棋のようにかつては存在していた家元制度が失われた分野もある。ただし、西山松之助、家元の研究に見るように、江戸時代における大半の武術流派には家元制度は取られてはいなかった。歌舞伎や義太夫といった、 舞台芸術の家元について、長唄の松、島昌十郎は、かつては自らを家元と称する人は少なかったが、それが、明確化されたのは、国家総動員法に基づいた、儀芸者の証発行以降であると語っている。また過去になかったものの後世になって、家元制度が置かれているという場合があり、一例に、落語立川流がある。これは、 落語協会を飛び出してきた立川男子が自ら家元となり創設したもので、それまでは落語家の団体に家元制度はなかった。しかし男子の死後は家元制度を廃止して男子の弟子たちが代表や理事となって運営している。家元を中心として流儀の統率を行う制度を家元制度と称する。その内容は 花だ多様であって一概に語ることは難しい。世襲による家元に、流儀の芸事に関する規範性、正当性を求め、流儀の同一性を保持すること家元を政治的な権威として流儀内の統率を行い、上位下達方式を中心にして流儀の運営を行うこと経済的には流儀内の素人、苦労となどから資金を集めこれを流儀全体のために、 家元が再分配する形をとっている、こと面上発行の権限が家元にある、こと家元個人、またはその家の私的な部分と流儀の公的な部分とが、未分化な状態にあり、家元の存在そのものが、流儀の根幹に関わる制度を敷いていること、などが特徴として挙げられる。吉田和は、日本の文化活動を維持してきたのは、一種のクラブである、家元制度である。これは、 日本製の組織の形成である、校の一種である。それは、一種のネズミ校のように、構成員が教えるものと教えられるものとして、連鎖的に広がり、自ら供給し、自ら需要する形態を取る。と述べている。家元制度は、芸の同一性を保持し、流儀を中央集権的にまとめ上げて一体感を、もたらす意味では、非常に効率的であるが、一方で、資金や、 労力の面で流儀を実質的に支えている人々の意見が制度として反映されがたいという非民主的な側面も持ち合わせている。これに加えて流儀内の資金管理における税法上の問題、あるいは家元代代わりに際しての贈与税、相続税の負担による家電の装束や伝書などの三一の危険性、さらに芸事に関して、 家元がこれを十分に管理する能力に欠ける場合の、流儀の運営問題などから、近年では、家元制度を保持しつつ、実質的な芸事の管理、資金の追悼については、流儀の法人がこれを行うという形が多く、見られるようになってきた。家元の起源は古く、実質的には、平安時代に、すでに、河川政党の御女左家が登場しており、画学に関しては、 奈良時代に影として確立していた例も知られている。こうしたものは宮廷における諸行時の際の役割分担が世襲化したものである。これらは武士の台頭とともに一時は衰退することになるが、信仰の武家が公家文化を受容することで自らの権威づけを図る風潮が盛んになり復活していく。一方、武家社会でも鎌倉時代から 小笠原家のような小実家が成立していたが、室町時代末期から江戸時代初期にかけて武家独特の様々な影を伝える家が成立していく。しかし今日イメージされるような家元制度は、富裕町人層によって文化人口が爆発的に増えた江戸時代中期以降のものである。家元という故障自体も家元制度とほぼ同じ時代になってからのもので。 法暦7年の馬場文法、近世江戸著文集が初見とされる。それに、先だって元禄期には、寺院の十字を出す家系のことを寺本、家元里元などと呼んでいた。家元というシステムの根幹の一つに、非義秘伝を送伝することによる家系の独占化があるが、これはおそらく仏教特に密教の伝来がその発端であると考えられている。 すなわち死に対して軽死祖の協議を受け継いでいくという姿が家元に入門して非に送電を受けるという形式の原型となったと考えられるのであり、密教の陰心が様々な流派における送電書の手本であったと言える。これは世襲であることを必要としないが、一死送電の形を取ることによって家元の正当性が強調されるようになる。また、 江戸時代に感覚となった朱子学系の思想的影響も受けていると指摘されることがある。死に無心に尽くすこと、家元の絶対性を是認することなど、家元による封建的、世襲支配構造などは、朱子学の根幹をなす思想であり、非常に共通点が多い。社会構造が大きく変化した近代以降は、流派の再編や女性家元の登場など、 家元の容態も質的な変化を遂げることになった。家元制度の特色として、家元と門人との間を、名取りや師範などが介在する階層構造を取ることが挙げられるが、こうした構造は、熊野参りの甲子千立旦那という階層構造や、浄土新州本願寺教団の保守、一家宗末寺門徒という構造がその原型として考えられる。特に本願寺教団では、 保守が世襲して宗教的権威を誇り、門徒の記者を集め、公生御面という一種の面上発行権を独占したという点で、家元制度に近いものとだと考えられる。ありがとうございます。